はい、対戦よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで本日のパーティーは新王ジムリーダースモモ。いや、スモモとか嫌な思い出しかないですね。まあ、嫌な思い出を振り返りたい方はぜひ僕のポケモンダイパ実況をご覧いただきたい。いや、嫌な事件だったけど、もうすごい昔すぎて覚えてないまあそんなことともかく、お相手のパーティー、右下だけ少し可愛いなバイバイバタフリーがいますけど、バイバイバタフリー以外は手も足も出なさそうなポケモンたちで並んでいるんだよな。まあそうっすね。まあとりあえず上から殴れるのが正義みたいな感じで行った方がいいかなみたいな感じはする。対戦よろしくお願いします。なんか普通にサザンガルドシャンデラでやられますよね。格闘重くないか。でも向こう言うて飛行技多分バタフリーの暴風ぐらいしかないんで、バタフリー対策は任せてください。僕蝶々の対策は得意なんで、はい、蝶々苦情業者なんで。初手は考えてない。それはそれはちょっとね、違うよ君、違うよそれちょっと違うよ君、初手からバタフリー投げるのはね、やっちゃダメだよそれ。ガンプーから入っていいっすか。いや、まあガンプーから入りますよね、素直に。いやー、先生の爪とかずる。はぁはぁはぁ、ちょ、それはないわ。おい、はぁはぁはぁ、闇すぎるんだが。マジンガー、まあガンプ撃つけどさ、バック、ちょっとそれはねえよ、それはねってばよ。いや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 、これどうすんの、はめられるの。ちょっと待って、割とどうしよう、かなり沼なんですけど。いや、身代わり筋が多分一番筋っぽいっちゃ筋っぽいんだけど、どう思います。オバヒ打ちます。ヤドリギー、ちょっとないですね、ちょっとないですね、オバヒー。まあさすがに種系だと思うので、一撃で落ちますね、オッケー。まあ、とりあえずオバヒ一発打ち毒っていうのはこの豪華サルの強いところで、ただラス1何が出てくるか、ここ多分ラス1が出てくると思うんで、ガルドとかで出てこられちゃうとだいぶ苦しいは苦しいですよね。バイバイバタフリー。ちょ、マジで言ってる、マジで言ってる、マジで言ってる、マジで言ってます、マジで言ってます。撃つよガンプマジで撃つよ。じゃあ、何その何よく、何の引き、シャンデラ、あ、炎技を吸いに来た。なるほどね。あ、なるほどね。残念、ガンプーです。はい、残念。ただ、ガンプー撃ったところでなんですよね。で、まあ、スカーフじゃなければ、豪華ザルの方が多分先手は取ってるので、いいんですけど、どうしよっかな、どっちにします、ステロイ入れるかガンプー入れるか。あ、でかガンプー入ってるからもう完全に上取ってますよね、スカーフでもね。ってなったらステロ巻いて上から殴りまくるが正解な気がするんで、ここステロ素直に巻きますね。こういう、こうなんか細かいいろんなことができるこの猿の強さ。なんかとりあえず役割だけはしっかり遂行していく感じ。シャドボッケイ、まあさすがに耐えないけど、耐えたとしてもあれですね、種で落ちますね。オッケーオッケーオッケー。まあ後続にしっかりダメージを与えつつ、素早さが落ちてるんで、これはルカリオパイセンでもどうにかなる。ルカリオパイセンじゃどうにかならない。なのでチャレムパイセンでもどうにかならない。さあ困ったものですねこれはまあどうにかなるよ、大丈夫だよ大丈夫だよ。メガパヨガパワー先輩だもん、ヨガパワーパイセンだから、まあまあまあ、あの死ねの突き一発当てれば勝てる、大丈夫大丈夫。死ねの突き、オッケー。まあ勝ったでしょ、大丈夫でしょ。とりあえず受け回しに、なるほど。あ、それ、それは、メイソー。いや、メイソーは悠長だと思う。それは悠長だわ。そのメイソーは悠長だわ。シャドブ打たないといけないやつだけど。いや、逆に言うと、ただ、まあ、これで勝ちが拾えたんで、まあ、バンチっていうスーパーウルトラ負け筋を解消していく。プレイング。オッケー。まあ、先生の爪バンチ持たれてたら、普通は負けですからね。えい、ひるんで技が出せない。バレパン、いや、レパンでいい。あ、そうか、スカーフでした。ごめんなさい。忘れてた。そうだ、今日、あの、メガ枠多すぎるんで、ちょっとスカーフチャーレムとかいう、アホみたいなちょっと答えをちょっとご用意いたしまして、まぁ、ちょっとやってるんですけども、そうでした、忘れてました。いいですね。いや、これは、なかなか相手のプレイングの思い込みに乗じた立ち回り。
これは割と低レートではよくある話なんですけど、サクー開いて、あ、グースーラーグースーラーHP 警察だー、対戦ありがとうございました。まあ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 、まあまあまあ、言うて、言うてね、言うてね、いいんじゃない？まあいいんじゃね。とりあえず、一試合目にしとくわ、これを。もうちょっと面白い試合取れたら別の試合一試合目にしますわ。同じレート帯とは到底思えないぞ、このパーティー。このパーティーのさ。なんか、本当に低レートって今息してないんだなって思う。なんか来シーズンちょっと低レート探索機チックなことまたやろうかなって思ってるんですけど、ザ・サン・ウルタムーンで。なんか幸先不安とかいうレベルですらないんですよね。だってなんで1100台前半でこんなパーティーと当たんなきゃいけないんだっていう。絶望感しかないと思うんですが、それはみたいな。どうしよっかなー。なんかこういうなんかね、無理くりなパーティーには初手怪力を投げるっていうのがね、わりかし良かったりするんじゃないかな、みたいなことを思っていたりするわけで、で、チャーレムはいるね。チャーレムは、あいつがきついんでいるんで、で、なると、ラス1が、誰投げてもきついんだけど、まあ、素早さが高いこと考えるとエルデかなって感じですかね。はい、対戦お願いします。わかんないよね。わかんないですよね。なぜ、俺のパーティーとこのパーティーが同じレート帯にいるのか。低レート、でもね、なんか低レート探索機やったらちょっと低レートまた盛り上がるんじゃないかなって思うんですよ。なんか昔低レート探索機やってた時に、なんか俺のせいで低レートが荒れてるみたいな話すごい言われたんですけど、マジでそんなことないんですよね。なんか、そこだけはね、マジで言いたいんですけど、本当にね、別に俺が低レートやっててもやってなくてもめっちゃ回線切られることには変わりないからね、みたいなことをすごい、アピールしました。はい。なことはどうでもよくて。まあ、はたいとく？トンボ、はーい。まあ、後ろのポケモン何かですけど、急所に当たるは関係ない。カットが受けられるポケモンを投げてくるのかなと思うので、リザか。ま、さすがに放射で落ちるわな。まあ、エッジ打つわな。リザ Y だわな。なんか別に立ち回り普通じゃない？なんでこんなレート低いの？普通に。なんでブラストバーンとか使ってくるの？そういうこと？しかも物理リザ Y とか。いや、すら、勝ってなくない？耐える。エッジ、耐えない。通す。あれ？エアスラで落ちなかったでしたっけ？そうか！この怪力、チョッキ来てるんだ！なるほどな。月光か。いや、割と勝ち筋は見えたような気がする。あとは、そうっすね。ランドが何持ってるか次第がちょっと気になるんですけど、まあ、ここはさすがに怪力捨てでいいと思います。怪力捨てで。まあ、何してくるかわか、あ、バレパン打っときますか。そうっすね。タスキの筋もあると思うんで、一応バレパンだけ。はい。タスキ潰しのバレパンで。えい。はい。いいですね。これやっとくだけでもだいぶ、急所あんま関係ないかな。レートビーム、ワンチャン耐えない。無理。ワンチャン耐えない。あ、耐えていくいや、でもあれあるでしょ。水手裏剣あるでしょ。まあ。まあ、さすがにな。さすがにな。ワンチャン耐えない。いや、無理でしょ。さすがに。まあ、オッケー、いい仕事したと思う。よし。で、水タイプになってるんで、どうしますかね。ちょっとここの詰めろ考えないといけないですけど、チャーレムさんスカーフ持ってるんで、膝連打。チャーレムさんから入った方がいいですよね。チャーレムさんで、上から殴る。このスカーフチャーレムの強さよ。舐めてもらっちゃ困るよ、このスカーフチャーレムの強ささんを。強ささん。飛び膝！ドリアースカーフチャーレムの飛び膝ヨガパワーあいどうしよう、これ。ラスト、どうしますかね。ランドの強さ、ランドの持ち物次第なんですよね。スカーフだったらこれ引いちゃったら多分勝ちで、スカーフじゃなかったら、引かない方が勝ちで、みたいな、なんかそういう感じなんですよね。後ろ言うてエスパー2体だからなんとも言い難い部分はあるんですけど、ちょっちゅね、一応上から冷凍パンチ入れられるっていう強さがありますからね。
とりあえずは、なんか今日チャーレム会だな。まさかだな。どうせメガエルレイとかメガルカリオ会だろうと思ってたんだけど、はたきやめろー、痛い。まあ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 。あ、でもはたき打ってきたってことはスカーフじゃないんじゃないか。はたき打てないでしょ、だってスカーフだったら、レイパン。裏のポケモンわかんないし、言うてラス1裏メガだろうから、ね、普通にルカリを読んで地震とか、打ってくるんじゃねえかなって感じがするんですけど、あとまあ目の前の敵見てトンボとか。どうだ、冷凍パンチ誘っていく、でーん、対戦ありがとうございました。まさかメガエルレ君で決められるとは。やったぜ。いや、向こうの立ち回りは悪くなかった。だがしかし私の怪力は強かったぜ。うほう、いい男。はい、対戦よろしくお願いします。ちょーっと厳しいですね。今日当たるパーティー全部きついっすね。どうします、これ。でね、意外とドクロックくんの役割対象であるはずのね、フェアリータイプが全然いないんすよ。まあ、行きますか。対戦お願いします。いや、役割対象がいない以上さ、活躍させてあげられないんですよね。なんか中速以下フェアリーを全部ぶっ倒すためのドクロックくんなんですけど。あとちゃんと、起点を作って一掃していく感じのね、ドクロックくんなんですけど。なかなかですね。まあ、一応ワンチャン、見れなくはないポケモンいるんで、あご、どうにかならねえかなとは思っている。あごはまあガンプ入れて、インファ、しかないっすかね。悪巧み。それは悠長すぎない？やっぱ、猿のガンプってあんま見れないんですね。なんか全然ガンプ気にされない立ち回りしかされてないから、いや割とこっちからするとすげえありがてえんですけど、まあ、もう一発ガンプ入れるんでガンプ行きますか。ガンプ2回目。これで、後ろのポケモンも相当見れるようになったんで美味しいんで、次のターンはステロ巻きますかね。ZK。やっぱ技のデパートゆえに、タスキも持っている。あとは何より個体数があまりにもいないから、あまりよくわからない人が多いんだろうな、豪華ザル。とりあえず、後ろのギャラに対してのステルスロックですね。まあ、一撃で持ってける技はあんまないと思うんで、ヘッドウェイオッケー。まあ、素早さに段階落ちてますから、まあ、アゴ4はもうほぼ機能してないも等しいと思うんで。まあ、これでようやく、あれですかね、ビーストブーストで S が上がったところで、S は2段階落ちてるぜ。そのためにガンプーを俺は2回入れた。いけ、ドクロックパイセン。まあでも多分、S1 段階ダウンだとドクロックの方が素早さ下なんじゃないかなっていう気が。いや、さすがにそんなことはないか。さすがに大丈夫そうですけどね。まあとりあえず猫玉か腹入りましょうか。猫玉不意打ちで多分いいですからね。猫玉不意打ち。はい。猫。まあ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 。で、不意で落ちるか。不意で落ちない可能性。いや、不意落ちますよね。大丈夫っすよね。すかされる可能性は若干あるんですけど。オッケー。まあ、とりあえず、アーゴ4を安定的に処理していく。さあ、後ろのポケモン何が出てくるかですね。ギャランドゥ。なんか今日めっちゃギャラ見るね。このレート帯ってやっぱギャラとか多いんですかね、普通にね。さあ、まあ、とりあえずは、まあ、言うて先手は取ってるので、何かやられちゃうかもしれないですけど、まあ、Z 打ちますか、みたいな。いけ、ドクロック Z だぜ、ブワー、久々のこの属 Z。デレイト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 。まあまあまあ、こんなもんでしょうね。こんなもんでしょうね、さすがにね。自信、まあまあまあ、いいと思いますよ。イカが入ってなかったらセロト込みで各一。そんなもんだな。え、カビー？マジ？おい、マジ？お前マジか？お、ちょっと待ってね。まあまあまあ、まあ、毒好きでいいよね。S 買ってるから毒好きでいいですよね。毒好きでいいですよね。まあ、ちょっと、あ、ギャラバックする。誰ラス 1？ ジャロ、ちょ、まあ、不意打ち読みでしょうね。さよなら。おや？おやおやおや。おや。おぉ。毒っていく！おっと、これで不意打ちタクを、不意打ちタクが死にましたよ、これ。あれ？これ、不意打ち撃たれたら負けだし、不意打ちすかしても負けなやつですよ、これ。おや、ドクロックパイセン強すぎでは？耐えたけど、結構対空に振ってる、やつだけど、C が2段階上がるけど、毒が入っていることによって、お前は消えていくだけだぜ。
残念だったな。まあ、言うて、後ろ、最強ポケモンなんで、勝ちは勝ちなんですけど。じゃあ、最後はね、まあ、ポケモン界を代表するポケモンさんに締めていただいて終わりにしましょうか。あ、ギャラドス、あれ？あれ？ギャラドス！対戦ありがとうございました。いやー強かったな、スモンパパ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。最近さ、すげー気候の変動激しいじゃん。めっちゃダリーじゃん。結構体調壊し気味なんですけど、そういう時はね、がっつり寝ましょう。がっつり寝てるからゆえに動画の本数が少ないのは、まあしゃあないね。あったかくして寝ろよ。